ラーメン屋で人生を大逆転したやつ大募集。学歴なし、人脈なし、お金もなし、それでも大丈夫。なぜなら島屋ももともとそうでした。大阪で最下位の西淀川高校出身、メンタルやられて自律神経失調症、従業員から瓶で殴られたり、それでも60店舗グループ年商15億円、そんな夢のあるうちで働きたい人たち、入れ墨 OK 金髪 OK、 うちで働きたい奴らは概要欄から。福井さんが成功してるとは思えないぞ。また出た人すきゃーそのフレーズ、いやねんそれ。自分の価値何倍やん、気づいてんじゃねえや。自分の価値何倍やん、気づいてんじゃねえや。なあ、食べやがった本田さん、無罪だろうな、お前妥当か、バーガー。あ、じゃあ行って改善点。うわ、問題しかやばー、やばー、やばー。ボスキングがつけ麺食べたいらしいです。あ、いいですよ、全然食べてください。芸能人に会った気分。芸能人。はい、また来ました。チェンジー。どうぞ。オムリでーす。いいね。はい、暑いんで気をつけてください。どうぞ。もう足足。髪エプロンいるやん。髪エプロン OK になりますか。はい。いるんかよ。いないやろ、髪エプロン。髪エプロン。まずは麺から食べてもらう。麺2、3本掴んでもらって、麺だけスルスルスルっと、麺だけスルスル、はい、どうですか麺、欲しいな、食レポが下手でもいいな。あ、全然、求めてないんで。じゃあ、つけ麺、つけて食べてみてください。つけ麺食べたことない。これをつけるのがつけ麺。そうそう。マジで？あ、そうなんですか。ほんま？おお、よかったよ。めちゃくちゃ美味しい。島屋さんのお店2軒目来ました。2軒目ですか。薩摩屋という家系ラーメンの店ですね。家系ラーメン、ラーメン食べるせっかくやし半分ぐらい、こういう感じの。いただきますか。ひろいさんのどの辺がヤクザだと思いましたか。いや、ヤクザではないと思いますけど、まあちょっと、まあ、ご高齢といいますか、言葉を悪くすると老害という言葉もあるんですけど。老害ってどういう意味ですか。老害、まあそのその通りじゃないですか。普通の言葉で、まあ、ご高齢ということで昭和の考えというか価値観というかあると思いますけど、どういうところが昭和やと感じたんですか。60歳には60歳の考え方、その50代には50代の考え方、30代には30代の考え方があって、そういう60代の考えなのかなっていうのは思いましたね。ラーメン3軒目、もう少し食べれる。いや、食べます、せっかくなって。今の心境はすごいなっていう、ね、その島屋さんがそうですね、何店舗経営されててすごいことだなって、そういうめちゃ空気読んだコメントするやん。っていうみんなキングのことを知っててすごいなっていうから。いやいや、じゃなくて、そう、それじゃなくて、そのラーメン店、店舗巡って、そのすごい方だなって、あ、すごいその経営者だなっていうのも、ね、島屋さんの本社来ました。じゃあ入っていきますか。本社ですか。カフェ。カフェ。カフェ。なんでここにいるんですか。はい、まず彼はもともと受験生版タイガーファンディングで、まあ、今バズってると。どれぐらいバズってるんですか。受験生版だけだと計1200万再生ぐらいですかね。すごっ。で、僕が徳井翔平さんの YouTube もやってて、それで、まあ、うん、キングさんとお知り合いだった。そうですね。で、ちょっと今はお金にちょっと苦しい状態だということを聞いて、うん、島屋さんが今オンラインサロンのイベント中で、うん、まあ、運転手がちょっと僕必要だってなって、あ、じゃあキングにちょっと、まあ、お仕事として、うん、まあ、依頼しようっていう感じで、うん、まあ、キング声かけたって感じですね。相談があるんですか。これからどうしようかなって考えてるんですけど、うん、ちなみに僕のことは知ってるんですか。正直存じ上げなかったっていうのが正直なところですね。全然。実際どうやったんですか、今日見て僕の印象とか。そ
率直な感想はすごい方だなって、その一緒に業界ってことはかなり難しいと思うんですよ、うん、かなり難しい中でそうやって成功されているっていうのはかなりすごいなっていうのは感じてくれたんですね。もちろんです、ありがとうございます、はい、やっぱり青白王子とか、うん、ホリエモンとか、うん、ひろゆきとかは好きなんですよ、うん、へー、結構 YouTube とか、うん、その真面目系の実業家の YouTube を見るんですよ、うん、へー、で青白王子曰く飲食業界はめちゃくちゃ難しいから、うん、難しいですよ、だからそのあんまりおすすめはしないというか、うん、まあ、金儲けのためならおすすめしないとか、うん、まあいろいろ聞いてたんで、うん、でもやっぱり実際に成功されてて、うん、めちゃくちゃすごいなっていうのを感じたっていう、感じてくれた、ありがとうございます。思ったより真面目になんか話聞いてます。今31歳でフリーターってことやね、現状。まあそうですね、で実家暮らしでどうしていくんですか。自分的にはやっぱり YouTuber とかインスタグラマー、うん、TikToker とか、うん、まあ、インフルエンサーとか、うん、個人の時代なんで、うん、会社員とか、うん、公務員とかに属せず個人で稼ぐ道を考えてるんですけど、うん、こうするみたいなというアドバイスあったら、動画の影響がありました、うん、じゃあ動画の影響をこう僕ならこう使うとかまあまあ影響使うとか、あんたに使えんのかな。実際変わるさやんだ、どうする、炎上しました、めっちゃ再生数いってます、あれをうまく使ってどう自分の収入につなげる。一旦ホストに戻って、うん、まあ林さんとか、まあ、実は、まあ、指名したいみたいに言ってたんで、あ、まあ、今戻ったら、ね、まあ、お金持ちの人が指名してくれるんで、はいはい、一旦ホストで稼げるだけ稼ぎつつ、まあでもそれ短期やろうね。そうですね、短期で一旦稼ぐだけ稼ぐみたいなのが、まあでもそれはそれでね、軍資金としてね稼ぐのはいいかなと思うけど、バズった人に乗りたい人は一部いるわけじゃないですか。ああ、うん、でしかもあの林さんっていうねお金持ちの人がそれやってくれるんやったらみんな乗りで来てくれるかも分からへんし、賞味期限は短いかも分からへんけど、そうやってバズっていく。あとはまあブレイキングダウンちゃいます、今やったら。でよく言われますね、その、うん、コメント来ますね、その DM とか。出ないですよ、出たらいいじゃないですか。ブレイキングダウンあんま知らないですよ、これですか、うん、戦うやつ。それ出て、うん、認知を今のうちに獲得しといて、で自分のチャンネルに流れるようにはしたらいいと思うけど、はい、ただブレイキングダウンも一回当たってそこからすぐ落ちる人もいっぱいいるわけやから。あ、そうなんですか、うん、逆にその自分がバズるためにどうするかっていうことを考えてないですか。これからね、ホストに戻って林さんが来てってなって、はい、ブレイキングダウン出たとしても、はい、自分の人生の方向性というか、はい、もうそういうのは決めとかないといけないかなと思う。31でしょ、言うて。あ、そうですね、どうするんですか、うん、目的はだから独立したいのね。でその手段としてどういう手段があるかっていうのを考えていかないといけないですよね。あ、そうです。それがホストっていう独立なのか、はい、インフルエンサーっていう独立なのか、はいはい、でもインフルエンサーになったとしても、はい、インフルエンサーだけではやっぱ稼ぐもねしんどいかも。まあ案件だけやったらいいかも分からへんけど、はい、ただ本田さんに案件振るっていうのはなかなかリスクも多いかなと思うんですよね。まあそうですね、ハイリスク。だからやっぱり一個軸となる事業は持っとかないといけないかなと思う。どないにせよね、あ、うん、僕で言うたら飲食ビジネスじゃないですか。プラス YouTube もやってますよと、はい、うん、飯が食える稼ぎをちゃんと取るための何か事業をやった方がいいんちゃうかなと思うんですけど、ちなみに今まで自分が一番こう燃えたものとか熱くなれたものって何かあるんですか。受験勉強、実際に医学部医学科を目指して勉強したっていうこと、うんうん、それ以外のスポーツとか、はい、とかバイトでなんかこんなんやってためっちゃ楽しかったとか。家庭教師とか塾の講師やってたんですけど、けどそのやっぱお金稼ぎが目的なんで、よく面接とかで、うん、学生時代に打ち込んだことを教えてください、うん、バイトで何々しました、バイトリーダーとして活躍しました、うん、あの建前だったと思ってるんで。なんでお金稼ぎでバイトやってるわけで、それを学生時代で頑張ってることってだんだんあのバカじゃないのっていう僕の、あの意見です。お金稼ぎじゃないからもよ、お金を稼ぐっていうことがもちろん最初は入り口としてはあると思うけど、はい、飲食で言うと、はい、実際自分が作ったものがお客さんが食べてるシーンを見て、はい、めちゃくちゃ美味しそうに食べてたから感動した、だからバイト続けてる、だからバイトリーダーになりましたっていう子も一部いるんですよ。あ、まあ、全員がそうではないと思う、ね、はい、そうそうそう。今までバイトは何したんですか、塾以外は。塾関係が多いですね、飲食関係の仕事。どうしましょうか、ね、どうしましょうかそのでも勉強やってももう無理ちゃいますよ。だってあんだけケチョンケチョンにやられて、ドラゴンさんにもケチョンケチョンに言われたじゃないですか。お前なんか面接無理だよって言われたじゃないですか。言われたんですけど、ああそうなんだって。例えばドラゴン細井さんも一開業員すごいすぎないですっていうのは僕は思いましたよ。僕は思ってるんですよ。ドラゴンさんに言うてください。僕はドラゴン細井さんはただの一開業員としか思ってないんで、うん、白い巨頭が好きなんですけど、うん、白い巨頭の中では医者の世界では、うん、大学教授になることが、うん、
の一番のステータス、うん、落ちこぼれが町の開業医っていうか、まあ、開業医っていうセリフを、セリフがあったんで、だからまあドラゴン細井さんは、まあ、まあその、まあ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 、まあ、でも、まあ、その昭和の時代なんで、昭和時代の小説なんで、まあまあ、あれなんですけど、っていう、何が言いたいの？分かってね。いや、あかんわ、つかず。何が言いたいの？分かんない。勉強頑張ったっていうのはすごいことだと思うんですけど、はい、世の中で大事なことは学力じゃないですよ。もちろん。僕、学力ないですよ。世の中で大事なことって何か分かります？一言で言うのは人間なんですよ。ああ、いいですね。まあ、それもあると思うんですよ。はい、僕が定義しているのは社会力なんですよ。おはようございますって笑顔で挨拶するとかね。はい、上司が来たら粗相ならないようにするとかね。はい、社会に出るために必要な能力が僕は大事だよってアルバイトには伝えます。ああ、なるほど。アルバイトの子らに言うてんのは、あなたたちがアルバイトで学ぶことは社会力だと。もちろん勉強も頑張らないといけないけど、社会力を身につければ、逆に言うと学力がなくても社会力があれば出世できる人もいますよと。ああ、僕まさにそうなんです。勉強全くやったことないです。高校 も偏差値35の高校をギリギリで入ってギリギリで卒業してるんです。勉強大っ嫌いです。おかんに塾行くっていう嘘ついて月謝もらってゲームセンター行ってるんです。それでも今年商7億円のラーメン屋さんの社長やらせてもらってるんです。僕の体感は学力にも社会力が大事だと思ってるんですよ。って考えた時に本田さんにコミュニケーション能力もちょっと弱いし、はい、その社会力、はい、うん、チラッと見たんですけど、どっこいさんにタメ口使ってたんですよ、 LINE で。それ怒られてるシーンちょっと見たんですよ。あ、ええー、とかっす。そうそう、まあ、ええー、がタメ口になるのか、スタンプ送ったら失礼なのかは、うん、その人次第ですけど、うん、それめっちゃ言いますよね、その人次第って。人間関係に答えはないと思う。ないけど、ある程度の正解はありますよ。おはようございますって言ったら気分いいですか、悪いですか。無視されたらどうする。おはようございますって言って無視されたらどうする。気分いいですか、気分悪いですか。まあまあまあ、悪いのが大半だと思いますけど、っていうようにやったらあかんことはあるんですよ。 そうですね、うん、だからそれを分かるっていうことが僕大事だと思う。あ、もちろん、うん、で、とかってやっぱ上司に言ったら気分悪くなるじゃないですか。逆に後輩にえって言われたらムカつきません？いやいやいや、もう使ってはいけない怖い先輩だっていうふうに思わせたら萎縮しちゃうじゃないですか、うん、っていうマイナス面も考えられるわけじゃないですか、うん、スタンプ送りました、で怒ります、うん、あ、じゃあ怖い人だ、うん、別に怖くてもいいじゃん。それであなた自身が売り上げが上がって会社が売り上げが上がることはこの資本主義社会では正解なんですよ、現状で言うとね。どっこいさんが成功してるとは思えないんですよ。じゃあほんなら誰が成功してるの、誰をリスペクトしてるんですか。ここは本田圭佑さん、あのそのネタ作りなんで、本田圭佑さん、例えば本名本田祐介なんですけど、だから本田圭佑とか、あ、まあ、ネタ本田圭佑さんとか、はい、青白王子とか、青白王子とか、まあ、堀江さんとかですね。なんで別にどっこいさんは、まあどっこいさんもあかんし、ドラゴンさんもダメなんですね。もう僕なんか全然ダメじゃないですか。いや、そんなこと言ってない、何言ってないですか。上を見たらキリがないんです。下を見たら下を見たらきりがないです。だからホリエモンの上も例えばスティーブ・ジョブズとかもいるわけですよ。だから日本の中で見たらすごいね、ほんま会話がブレブレやね。ラーメンをやりたいけどお金がない、人脈がない、経験がない人におすすめの独立支援、まだまだ募集中です。現在芝園の会社ではね、約10名の方が今この独立支援のプランで働いてくれています。で、内容としましては1年間芝園の直営店で働いてもらいます。で、その1年間働いた上で8割の社員から何々ちゃんやったらもう独立していいよっていう OK がもらえる。そして2つ目に芝園から あなたやったらもう独立していいよっていう OK をもらえる。この2つの条件をクリアすればなんと300万円プレゼントします。その300万円を元手に地元でオープンする、それも OK です。それ以外お金の借り方や運営の仕方、そういったノウハウも芝園が直接お伝えしますので、めちゃくちゃいい制度になってますので募集の方お待ちしております。ぜひ働いてみたい、話を聞いてみたいという方は概要欄からチェックのほどよろしくお願いします。それは自分で思えへん。なんかね、多分その界隈が好きなんやろうなっていうのはすごい分かるんですよ、はい、ビジネス系インフルエンサーがすごい好きで、多分そこの情報だけが頭の中入ってて、でもやってることは全然違って、で言ってる発言はここなんですよ。ああ、まあまあまあ、そう。だからそこがすごい乖離してるんで。あ、そうですね。そう、だから僕はなんか全然入ってこないし、みんなも入ってこないし、俺自信あるんだって言われても、え、どこがみたいな。ビッグマウスだけどこう実力が伴ってないってことです、うん、
じゃあ実力つけなあかんやん。なんでまあ実力31歳やもう実力そろそろつけなあかんやん。そうそう、だから実力が伴えばそういったその発言力に説得力が増すってこと。実力を伴わすために何で実力つけていくの。やっぱりインフルエンスとかさ、うん、個人の力、うん、何の力があるんですかあなたに。そこはやっぱりまだ分かんないです。分からんのかい。自分でも分かんないそこは模索中です。やっぱりインフルエンサーって何がすごいのって、うん、学歴も関係ないですよね。やっぱりボーダーリスさんだったら YouTube 登録者数100万人絶対いくかっていうとそうじゃなくて受験業界で。いやそれもあるかも分かれへんけど、僕が思うインフルエンサー能力って何かっていうと、はい、オタクになれるぐらい何かにハマってる人が結局インフルエンサーになってるんですよ。例えば発信し続けることが癖になってる人とかね。例えば僕で言うと飲食の経営の話が好きすぎてそれを発信してる、はい、オタクなるぐらいラーメンが好き、オタクなるぐらい飲食ビジネスが大好きなんですよ、うん、だからそれを発信するからインフルエンサー能力もついてくるわけじゃないですか。青白王子もそうじゃないですか、ビジネスに対してのオタクじゃないですか。あの人いろんなビジネス好きじゃないですか。だからそれが何かないとダメだと思うんですよ。発信してもしんどくないの。だから僕は周りの友達から今言われるのはラーメン作ってたら頑張ってんなって言われるんですよ。僕がラーメン食べに行ってる動画アップしたら頑張ってんなって言われるんですよ、はい、頑張ってないんですよ。好きやから言ってるんですよ、うん、でも周りからして頑張ってんなって言われるんですよ。そういったことをやった方がいいです。好きなことを熱中してそれを仕事につなげるっていうのが言いたい。そう、うん、僕自身発信することが好きなんです。じゃあ発信するのは全然いいと思うんですけど、あなたが何を発信するかによってフォローするかせんか決まるわけじゃないですか。まあそうです。だから僕のことをフォローしないでしょ。なんでかって言ったら飲食が興味ないからじゃないですか。まあ正直だ。僕のフォロワーって何かって言ったら飲食の経営者の人らが多いんですよ。それは僕がそういう発信をしてるからね。だからあなたが何を言うかがすごい重要だ。僕は勉強好きです。うん、勉強の力はそこそこしかないけど、うん、勉強に熱中できる、英語の勉強、数学の勉強に熱中できるから、うん、受験業界界隈でインフルエンス力を高めていくってことですね、うん、じゃない。いやもうなんかそれでいいと思う。それでいいと思うなんか今いろんなこと言おうかなと思ったけどまあなんか自分が何が好きかをまず見極めて、はい、でそれを伝えるっていうことをやった方がいいと思うんで、はい、ただ元ホストで、はい、でお金がないじゃないですか。コミュニケーション能力もないって言われたわけじゃないですか。まあ言われましたね、うん、でそれを逆手にとってブランディングしたらいいと思うんですよ。僕今それなんですよ。学歴ない、お金もない、人脈もない、何もなかったけど独立して今年商7億のラーメン屋さんやってます、はい、っていうのが売りなんですよ。落ちこぼれからのこうそうそうそうっていう、そう自分が何も持ってない、何者でもない、はい、こんな俺でもできたんだっていうことを発信したらワンチャンありえるかなっていうのが今ざっくりですけど思いました、うん、なんか偉そうにこうやって勉強やったらいいんだよって言ったら多分感じがめっちゃ増えると思う。お前誰やねんって、うん、成功してへんよって言われるんで、こんな僕でも今こういうふうに頑張ってるっていうのは発信するのはいいかなと思いましたけど、ね、あそう、うん、出ていけよお前ら立てますいきなりいきなり言われたこんな感じでした。岩井さんの方が気持ちいい感じがありました。どうですか、なんか最初キングさんの方から、はい、もうちょっと迷ってます、どうしたいですかねみたいな感じで、まあ、相談を持ってもらってあそうですね、やっぱりその実際に成功してる人なんでアドバイスいただいて、明日以降より頑張りたいなって。その何を努力ですね。努力何を努力するの。努力の量と努力の方向性を間違えない。努力何を努力するの。それを自分を高める。それ具体的に何なの。勉強なのかホストなのかかはまだ答えは出ないんですけどまあそうだ、答えが俺と喋っても答えが出へんかったってことですね。いや、いやそんなもんですね。いや僕はそんなもんだ。全然まあでもなんせね、夢中になれることを見つけてほしいなと思う。で夢中になれることが今勉強しかないんやったら、僕が一つ提案できるのはいろんなことをやった方がいいと思う。うん、で今までは受験っていう成功体験しかないと思うんですよね。勉強頑張ったっていう成功体験しかないと思うんですよ。でいろんな成功体験をすればハマるものが見つかるかもわからない。経験数がまだまだ少ないなと思う、うん、ホストと勉強頑張った以外ないでしょ。あそうです、うん、それやったらいいんじゃん。 YouTube でいろんなとこにバイト行ってみたみたいな。だからうちでバイトしてるシーン撮ったらいいよ。ドラゴンさんとこ行ってお手伝いするとか、岩井さんとこ行ってお手伝いするとか、林さんのカバン持ちするとか。確かにちょっと面白いですどれで当たるか分からへん。桑田さんのとこで働いてみたとか、
そういうなんか令和の虎界隈の人らのとこでバイトしてみたみたいな、はい、その中で自分がハマるものあったら働かせてくださいって頭下げたらいいよ。え、いろいろ言われますいただいて、やっぱり今後努力していきたいなかなって。いつもこんな感じ、ね、ということで、じゃあバイトする、うちで一回バイトですか。うん、したらいいよ。ワンちゃんだからラーメンハマるかも分かる。飲食業めっちゃ楽しいからかも分かる。なるほど、うん、俺は飲食めちゃくちゃ楽しいし、飲食にしかできないこといっぱいあるから。だって自分たちが作ったものを目の前のお客さんが食べて美味しそうな顔見れんねんで。これ他の職業である？エンドユーザーが見えるって。車買います、車買った人たちがどういう家族構成でどんな笑顔でドライブしてるのか見えないでしょ、車の営業マンには。でも飲食ってそれが1日100人200人って見えるわけですよ。めちゃくちゃ楽しいですよ。僕はだから飲食大好きなんですよ。目の前でお客さんが喜んでる姿も見えるのが。だから一回やってみたいやん。やったことないやったやりますかやりませんか。検討します。何やろ、やがったほんだろ。一回やりますって言わんかい。検討させていただきます。そんな選べるほどあなたは偉くないの。何でもはいって言わなあかん。何でもはいですか。何でもはい、何でもはいって言うとったら自分を引き上げてくれる人いっぱいおるから。僕はそうやからね。しまちゃんこんなんあるけどやれ、やります、検討しますっていうのは相手に対してめちゃくちゃ失礼やから、ね、俺と誰かを比べてめっちゃ失礼じゃない。女の子デートに誘ってすぐ行くって言われた方が嬉しくない？検討しますって言われたら嫌じゃない？また出た人に。しかーそのフレーズ。何やねんそれ。人によるじゃない、あなたの意見を聞いてんだよ。人によるとしか。何それ。人による。自分で決めえやん。人によるってしか。どっちやん、女の子を誘って即答でいいよって言われるのと検討しますって言われるのどっちが嬉しいの、あなたは。まあその女の子によるのかなって。終了。はい、ということで、本田君がうちでバイトすることになりましたんで。あかん、バイトせ期待だろ、ゴリゴリ言ったろ。あかん、お前ちょっと舐めてるわ。舐めてる、返答がマジ舐めてる。うちの学生の方は仕事できるわ、本田君。稼ぎたいの。じゃあ一回、3日間。3日間、うん。バイトせ、わかった。検討させて。言われたのかほんま。検討。はい、ありがとうございました。バイトせや、ほんだら。バーベキューっすね、夜ご飯。あ、手伝え。よ、あかん。ちゃんとほら、バーベキューすんねんから、ちゃんと手伝え。こちらホルモンですって、笑顔。こういう日に黒靴履いてきねえのは舐めてんねん。ホルモン持ってきました。最高の笑顔です。最高の笑顔です。もういいや。いいですか？最高の笑顔。舐めてるわ。バイト決定な。3日間。オッケー。3日間もして。オッケー。なんだ剣道や。乾杯。乾杯。お疲れです。いただきます。お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 い、おいらいら、そんなんいな、そんなんいな。全部飲めへんのお名前お願いします。本田雄介と申します。本田雄介、皆さんご存知の通りいろいろありましてですね、いろいろありましてですね。何があった、いろいろ燃えてましてですね。いろいろ燃えててそれをどう燃やしていこうか検討中でございます。さらに油を注ごうかなと、おいうふうに考えて作中でございます。皆さん知ってます、してる人。お、すごい。お、やっぱすごいな。先下でね、彼の相談乗って決定したことが、うちのラーメン屋で3日間アルバイトは検討させて。検討だ。すぐやれば、今日一日いろいろ見させていただいて社会勉強になりました。で、アルバイトの方は検討させていただきます。ネタ掴んだの。ありがとうございます。バイトするな、時給いくら希望？文字に言うてみる。いや、僕勉強しないといけない。あ、じゃあ時給1万でも全然ダメみたいな。勉強しないといけない。
時給なんぼか言うで、自分の価値時給で考えたらなんぼなの。いや、わかんない。いや、わかんないじゃない。それを考えるのもやっぱり今日の発見できたポイントですね。だからなんぼなんか質問に答えや。自分を時給換算して時給なんぼなの。1時間なんぼもらったら嬉しいの。1やったら嬉しいなっていう。1万円。今のこう今と1万上がってるじゃないですか。上がってるんで1万やったら嬉しいなっていう。時給1万円やったらラーメン屋で働くってこと。検討させてください。雇うかバーガー。誰が一番ね雇うんじゃん。だけんな。じゃあ1万円払うから働く。検討させてください。したろかほんま。したことないんで。関係あれへんよ。怖いっていう今日。何が怖いの。いや、その飲食業界。俺があんたを雇う方が怖いの。でもイベントやったらいいかもね。そう考えたら。ああ。一日店長。確かに。一日店長何も欲しい。自分で考えろ、自分の価値やねん。分かんないじゃん。分かろうとしないよ、さっきから。人のせいとかさ、周りのせいして。もう夜中に2時とかやん。2時から。何万円言ってみん。価値あると思ってない。大体始発にあるんですよ、それで大体。ないわ。何も欲しいん言うてみん。ちょうど始発まで。何も価値あると思うんや。自分で言うてみん。で、始発でその。じゃあほんまに言うてみん、自分の価値。ちょっと1時間8時間ロードやったとして、自分の価値何倍や。いくついてんじゃねえや。何倍や、言うてみん。自分の価値。言うてみん。やっぱりそこは、プライスですよね。さっきなんか時給1万欲しいって言うたやん。1日店長8時間やったら何倍だよ。そこやっぱりプライスですよね。すごいね。オリシャン置いたらいいんじゃないですか。ああ確かに。オリシャン、オリシャン、オリシャン何倍やねん。そうですね、うん、やっぱり価値は無限大、うん、プライスです。プライスです。こいつ、ほんま、やばいな、マジで。やばいね。価値は無限大ですから、やっぱり、ね、プライスレスですね。もう取れ高あるから、早く言ってやろう。お疲れ様でした。ありがとうございます。シマヤンオンラインサロンメンバー、まだまだ募集中です。YouTube ではアップできない約50本の動画が見放題。そして楽しいオフ会。サロンメンバーはラーメン屋さん以外の方も多いです。例えば IT 事業の方だったり、不動産の方、海外でお店をやられている方や、超有名なラーメン店主の方もサロンメンバーになってくれています。そしてオフ会に参加するとたくさんの仲間ができます。オフ会で仲良くなって、そのまま後日ね、一緒に飲みに行ったり、そこでお肉屋さんの紹介をし合って、お肉の仕入れが安くなった方もいらっしゃいます。あとサロンメンバーになると、島園の YouTube 撮影に同行することもできます。島園に直接質問し放題、島園特別価格での仕入れが可能になったり、島園の会社で使っている業者さんも使える可能性があります。そんなめちゃくちゃ楽しい島園オンラインサロンの入会は概要欄からよろしくお願いします。